ここがまだ出会いないな。この二人、ここまだ見てないな。ちょっと怖いな、声用意できてないな。ダディ、あ、どうもこんにちは。今回またね、ドリームダディ続きからやっていこうかなと思うわ。こっち撮ってる日バレた。まあ、とりあえず、まあ、前回、まあ、ちょっと確認したかったから、登場人物。だから、あと2人分、ちょっと、あと2人っていうか、まあ、1人はね、顔は登場したけど、まだ、喋ってない感じだけどね。左3人ね。まだまだ声のレパートリー増やさないとな。出かけるつもりなんてないのに、バーの場所、そうだ。これ、ね、前回はね、なんか、友達が、新居に遊びに来るから、パパ、どっか行ってよ、みたいな。いう感じで、とりあえず、なんか、出かけてるって感じかな。で、一応スポーツ観戦に出かけるっていう感じで終わったかな。あ、まだ GPS 機能の使い方を聞き忘れたままだ。仕方ない。適当にこの辺りをぶらついてみるか。よし、この道を行こう。とりあえず歩いていればいずれバーを見つけられるだろう。試合に向かって進もう。とにかく試合だ、試合で。スポーツバーかな。あれはひょっとして。古い大きなネオンサインを掲げ、小さなバーがひっそりと佇んでいた。ジム&キム。ジム&キムか。ん、いいじゃん。中は狭く。だから急にね、急に文章量が多いんだって。薄暗かった。奥からビリヤードの球がぶつかる音に混じって、常連らしい客たちの笑顔を。ここ、ちょっと、はしょろうかな、今後な。ま、全部読まないってだけね。飾りが、はい、キムなのだろうか。ご注文は？ビールを頼む。かしこまりました。バーテンダーはキンキンに下手ビールを よこした。一口飲んだだけで今日の疲れが吹き飛ぶような美味しさだ。なあ、君がジムなのか、それともキム、つかジム&キムか。ニールと申します。失礼。気まずさを覚え、目をバーテンダーから壁にかけられたテレビに映す。ひいきのチームの試合だ。しかもリードしている。今日はついてるぞ。はいはいはい。マスコットかいるわ。ちょ、マスコットキャラクターが、チームのね。野球かアメフトどっちかでしょう。シャッコ来ているが、雰囲気はさすがに私のようにただ観戦して楽しむために来ているのだろう。へー、あら、お姉さん、お姉さんも出てくるんですね、このゲーム。一応ほぼ空になったワイングラスを勝手に私に近づいてきて、居心地の悪さを覚えるほど近くに座った。あら、スーヘアさん。いや、ああ初めて見るかもね。私はメアリー。この店にはよく来るの？いやちょうど今すごいな、飲みに入ったな。今日はこの近くに引っ越してきたばかりですよ。ごくんです、よろしく。感染中かしら。ええ、悲劇のチームが勝ってるんです。この調子でいけば解消できそうですよ。あら、私もあのチームは好きよ。あのスポーツもね、玉遊びが上手な男にとって素敵よね。すでに少し寄ってるんだ。その、ね、一杯おごってくださらない？やだな、こんなババアに、急に絡んできてさ。まあまあ、ハブリ聞かせてやるよ。こいつやっぱ恋愛対象じゃないのかな？出てこなかったもんね、あのボフワーンってやつ。はいはい。向けた。同席させていただけるんだ。ああ何か聞きたいことはある？まあ何を知ってあると思うな。これは聞かせよ。朝晩したら何でも知ってるわよ。ああ私はね、観察者の周りの人間をいつもやってるの。誰のどんなことでも知ってる。私が気づかないことなんてないの。それで、それで何かしら続きを聞かせてくれるものだと思ったんですが。ババアてめえ。あ、捨てたもらさないわ。この場所ないなら教えてもらえるんです。ん、白ベンチに囲まれてのんびりと暮らしたのはぴったり。でもどんな町の秘密があるの？私の秘密いいわ。ババアは帰れ。おっと、今度お会いした時に。あら、釣れないのね。酒おごってやったんだぞてめえ。おい、くそ、このババアに無駄がはたかされたわ。ボール当たるとどうと逆転して、なんかボールが当たると どれだろうな。あれもあるよね、雪の上でやるやつ雪っていいかな、なんて言うんだっけあれ、氷の上でやるやつ。あ、あれだ、前回出てきたやつだ。
ちょっとあのクールな感じの。いや、いい試合だね。ようやく面白くなってきたところさ、逆転したからな。おや、違うチームを応援しているようだね。俺に言わせりゃ、こっちのチームの方がはるかに強いぜ。そうかな、勝率を目にかけりゃうちのチームの方が強いのは明らかだがね。そいつはどうかな。今こっちのチームはどういう感じだろうな、やっぱクールな感じだな、多分な。こっちのチームが勝ってるんだ、強いに決まってるだろう。会話はこれで終わりだった。まあまあ、あんまり喋る感じでもないしな。結構クールなおじさんなんだろうな。ん？私の応援するチームは勝利を決め。ああ。からもグラスをかけて落ちた。さあ、男。結構背景の描写が結構しっかりしてるからね、このゲーム。読んでると、キリがないんだわ。ロバートだ。ありがとう。私は悟空だ。新顔だな。メアリーに引っかからなかったか。ああ。ロバートは釘を持った声で笑う。いい女だろ。あ、いい顔してる。そんなんじゃあれじゃないんだ。関わりづらいわけでもないんだ。クールな感じか。ジム&キムは街で一番のバーだぜ。薄汚れちゃいるが、ここよりいいバーはねえな。この店は本当にジムかキムがやってるのかい。いや、そこのニールの店だ。ニールはいいやつだぜ。ニールみたいなやつがもっといればいいんだがな。そうか。お前はウイスキーとビールどっちが好みだ。ビールだな。でも大抵の酒はたしなむよ。ショットはどうだい。まあ、これはでも嫌いだは多分ダメだと思うんだよな。ショットってもあれじゃないっけ。ぶっ倒れるやつじゃないよ、これ飲みすぎたら。はあ、普通だ。大好きだったら多分これ上がったんだろうな。おう、やれよ、あとは私。乾杯。そうだな、そうそうそうだよ。友達作るというやつか。よく考える僕。だ、急に乙女なんだって描写が、心の中で思う感じ、心の中で問いかける感じが乙女なんだよ。私の周りになかったタイプだが、会話流れ次第では確かにね、話は弾んでるよ。どれだろうな。こういう人は大体ね、ジャケットの方が嬉しいんじゃない。顔立ちとか褒められても、いやいや、そんなことないよ。繋がせるだけだから。こういう人は大体ジャケットに結構厚いもの持ってんのよ。ほら、見てこのサングラスとか。あ、そうだろう、このジャケットすごいいいんだってこう盛り上がる可能性があります。これはもう、あ、映った。どっちでもね。ありがとうよ。こいつは俺の一族の中で長男から長男へと受け継がれてきたものさ。呪われたジャケット、そういうやつもいるだろうな。なんて見捨てられてクールなんだ。少なくとも私よりクールなのは間違いない。今夜はここに何しに来たんだ。どうしよう、正直に言うか。あんま狙いすぎてもなんかな、外す気がするな。友達作りとか。ただこの、やっぱ人を知っていかないといけないからな、選択肢で。結局ここら辺が恋愛対象になってくるから。正直言ってみるか。あ、一時的だがね、今夜はうちで友達とお泊まり会なんだ。家族構成は父一人、子一人さ。ロバートが立ち上がった。すぐ戻る。化粧直しだ。あれ？化粧直し？あんなに喋るロバート初めてですよ。やった。あれ、荒々しい魅力がある。彼の男が私のことを気に。え、誰にしよう。手取った。俺は帰るぜ。お前も同じ方角か。あら？一緒に帰んの？ちょっと、ロバート、大胆ね。はい。俺んちはこの先の袋小路だ。みんなあの袋工事、確かそうだな。奇遇な、私もだよ。今日やっと荷物の片付けが終わったところさ。いいところだぜ。近所のやつらもな。まあ何人かはな。ほ、誰のことかな。通勤先だった。はい。今夜のことは誰にも言わねえから安心しな、悟空。でどうする、やるのかやらねえのか。何を。夜、ちょっと大胆だな、ロバート。おいおい、やだ。ちょっと、大胆ね、あなた。
ちょっと大胆ね。でもなんか化粧直しか言ってるから、もしかしたらやっぱ女の気が強いのかもしんない。化粧直しって表現は使わないから、やっぱりここはあえて男として、これ笑みはどっちかっていうと女の子の方なわけ。ってことはこっちは男らしいわけ。こういうことよ。なんでプラスじゃねえの。農大ではもっとかっこよく言えたんだが、なるはついてきて大丈夫かこれ。大丈夫これ。あ、背後ドアが閉まるやいなや、彼は私を壁をつけ、大丈夫これ、尻をつかんだ、来いよ。ちょっとこれ大丈夫、これ見せられないかもしんない、気をつけて。まあ絵はないかもしんないからね。彼がもう一度私にキスをした。ジャケットを脱ぎ捨てる音が聞こえる。私ももたつきながら上着を脱いだ。彼の手が降りてきて、私の胸をまさぐり、突然乱ませつきで私のベルト、はあ、やめろって。え、いやもうここまで来たらもう行っちゃうか。ちょっと俺もちょっと どうすれば、読まない方がいいか、読まないで行こうか。続けてくれ、うん、ああ、ちょっと部屋汚いな。大丈夫かなこいつ。ちょっとお酒が結構頭がうらうらする。昨日の晩は飲みすぎたな。待てよ、ここは前住んでた家じゃないな。新居でもない。ロバート探して見当たらない。おはよう。ああ、金取られたわけじゃないな。ロバートはすでに服を着ていて鍵を手にしている。よかったぜ。ああ、私もだ。とっとと帰んな。聞かせると思わなかった。また後で話せるかな。ああ、お前の服はそこにあるぜ。へい。まあ、死ぬか帰ってやつですもん。ふと、家に着いたったん、思い出しそうだ。アマンダ。私、エマで走って帰り、アーツドアを開けた。おいしそうな匂いが漂っている。アマンダ。心なしか、がっかりしようだ。ああ、そっかそっか。まあ、帰った方がよかったか。パパが誘拐されたと思って、助けに行こうとしてたん。悪かった。実は昨日バーで友達ができたんだ。そいつに泊めてもらったよ。チームエマは、うん、さっき帰ったところ。そうか、楽しかったか。もちろん。映画を見てスナックを食べて、それから車を盗んできたの。いつも通りのお泊まり会よ。最近の若い者は窃盗が得意なのか。それその朝飯のマスは匂いがするんだが、うん、ハッシュドポットに卵、それからベーコンを焼いたの。パパのために。もちろんお腹空いてるでしょ。お前よくできた娘だな。この二日を何とかしないと。アマンダ、お前の愛するパパは昨日の晩飲みすぎたようだ。やだ、二日酔い。自慢じゃないが、そうだな。アスピリンを見なかったか。薬か。ピクルスの瓶を取り出した。それは飲んでみて。ピクルスのつけ液用か。誰かから聞いたんだ。二日酔いにすごく効くらしいって。じゃ試したことない。それに試さなきゃいけないようなこともないしね。誰がお前。アマンダ・アン。このボケが分かんないの。アマンダ・アンが何をかけてんのか、これが分かんないんだよ。まあ、パパ。そうだ、うむ、イスケちゃんと守れ。ただ真似はしなくていい。分かった。嘘じゃないな。苦い液体を一口飲んでみた。もっと飲まなきゃ効かないってらしいよ。これからお前を見張ってるからな。あ、美味しそう美味しそう。なんかこの表現いいの。美味しそう。リュックと鍵を手に取った。ああ、面談か。ああ、はいはい。じゃあね、愛してる。あら、行こう。覚えてる、頑張ってこいよ。こうベガ先生を忘れちゃいけないんだな、とにかく。あ、ベガ先生会いに行くのかな、これから。あっ、てことはベガ先生か。あの一人は、最初オープニングで、あと二人会ってないんだよなって言ってた。どっちかがベガ先生かな。どっちもなんか社長っぽかったけどな。起き抜けでまだ頭が回らないが、誰も気づきはしないだろう。この曲線は何だこれ、ロッカーの。ねえ。こんなロッカーある？めちゃくちゃ無駄。こうだろ、普通。2分の遅刻を済んでると安心した。待てよ、面談場所は103号室か、それとも108。ベガ先生の教室はどっかな。あら、やんちゃそう。
はあ、もう名前ないもんな、こいつには。何先生だって？ベガ先生だ。知らねえな。非常口は試した？って教えてくれる気はあるのかな。仕方ない、教えてやるよ。そこの階段を登って左、見落としはしねえよ。嘘をしやがった。ジェラードウェイのパチモンみたいな生徒がいたところに戻ると、ああ。おお、おい、何これ。急に音質が。ヒューゴ、三次も受けてないのか。あ、行けばいいんだろ、ベガ先生。うん、おい、なんかこいつだけ音質違うんだけど。フロバイトってのはフロバで。違う、アルカルシアンという名前生徒にやめつける。ワンの顔しかと覚えたぞ。うん、ごくんですね。もうすぐ、いやもうわかんねえ、もう。もうみんなちゃんと男してるから声がわかんねえ。ごくんですね。いやもうかぶるわ。ああ、タウ、うん、どこまで話したかな。そうだ、いやそういう感じじゃないようだ。チェリーサリンジャーのライ麦畑で捕まえてでは、いや、かぶるは無理だわ。レパートリーがね、語り手が信用できないという話だったね。誰かその根拠を説明できるかな。ふん、じゃあコリン、なんか先生らしく行こうかな。はいはい、ああ、ちょっと開いた。ふん、分かった分かった。みんな静かにしろ。コリン面白かったぞ、座っていい。ああ、いいかな。ゴールデンコールフィールドは信用ならない語り手だ。例えばこの場面で彼は、ちょっとごめん、主人公と声かぶっちゃうけど、しゃあねえわ。ああ、まったく仕方ないな。締めとため息をついた。ああ、とはいえ中学生ならこんなものでしょうな。高校生指導は、ああ、教えていますよ。予算削減ための兼任です。なるほど。ああ、今日はお越しいただきありがとうございます。とんでもない、ベガ先生。ああ、ヒューゴと呼んでください。例年保護者との面談はこんな時期にはしません。アマンダはとても活発な生徒ですが、最近の行動が少し気がかりでして。何か問題でも？アマンダはとても熱心な生徒とは言えませんが、やるべきことは分かっているはずです。ところが最近成績が落ちてきています。課題も出さないし、テストの結果も散々です。確かに最終学年で疲れて成績を落とす子はいます。ですがアマンダの場合、どうもそれとは違うようで。おかしいな、アマンダは私何でも話してくれてると思っていたんだが。お聞きしたかったのは、家では何も変わりないかということです。引っ越して、いや、じゃあそんな、お前接点ないじゃん。じゃあお前引っ越してきたばっかの学校だろ、接点ないだろお前あんまり。同じ町の中の反対側からとはいえ、アマンダは私よりずっと新しい環境を楽しみにしていました。ああ、アマンダと話してみてください。あの子はあなたのことを尊敬していますから、あなたの言うことなら素直に受け入れるでしょう。もしアマンダの成績がこのまま落ちていくようなら、ああ、アマンダの美術学校への熱意は私もよく理解しています。だからこそ、あ、ちょっとごめん、右クリックでも行っちゃうんだ。話します。教えてくれてありがとう、ヒューゴ。え、何かあればいつでもご相談ください。ヒューゴ向き直った。ところでヒューゴ、何でしょう、ライ麦は捕まるのかな。急にオリジナルで効果音上げたじゃん。じゃあアマンダは私に隠し事をできたというショックからまだ立ち直れず。ああ、まあまあまあ。他に行けば喜ぶだろうから何かの気がするかもしれない。お。私の噂話は楽しかった。ベガ先生とは好きな芸能人の話で盛り上がったよ。ずっとマリオバターリの話をしてたんだ。実に有意義な面談だったよ。お腹すいたな。ねえ、昼、夕飯にしようよ。そうだな。まあまあ探検ついに行くじゃん。あ、でもどうしてショッピングモールなの。娘を買い物に誘っちゃいけないのか。ん、何か買ってくれる。いいと思う。ただし一つだけだぞ。やった、取引成立だね。うん、携帯電話でゲーム。それはいいな。子供にだってプライバシーはあるからな。それもいいんだ。だが親が知っておかなきゃいけないことだってあるんだ。親が経験してきたことかもしれないだろ。あ、お前が思ってるより親は頼りない。急に説教じみてるからバレるだろう。私のツイッターでも見たの？ツイッターやってるのか。なんでもない、今のは忘れて。お前は授業に集中してないし、宿題も提出しないって聞いたぞ。あ、大丈夫だって。最終学年の生徒なんてみんなそんなもんよ。あ、
いい先生、いい先生だよ。いつでも相談に乗るぞ。ああそう、まあ年頃だからな。美術学校に行くんだってのはすごいじゃない。あんま言うな言うな、そういうこと。わかりしたのか。ああ、そういうことね。何がそんな面白いんだ。パパにはわかんないよ。そっか。誰とやりとりしてるんだ。ノアよ。ノア誰。友達。男か。そう、ノアが好きなのか。Hey. 何言ってんのパパ。違うからパパ。もう信じらんない、そんなこと聞くなんて。パパやめてよ。なんでそれ刻みすぎ。お前何回クリックすればいいの。はあ気持ち悪い。そんな反応すんな、反応すんな。分かった分かった、最低。愛してるよ。一旦切るか、ごきりいいし。ちょっとね、何時から始めたかわかんねえけど、たぶん20分ぐらい経ってんじゃないかな。ごめん、じゃあ一旦ここ切るか、きりいいし。まだ、まだ会ってないやつがいるんだけど。そろそろ俺が人を選んで恋愛ゲームしたいけどな。まあでも、まあ今日は、あったな、いろいろな。ブラックアウトしたからな。あったね。そこ先生だな。これおさん、あの大学時代の友人ね。これカフェの人でしょ。これちょっと大胆なクールボーイでしょ。これが優秀な娘を持ってる、お金持ってそうなお父さん。まあまあ誰かな、今どこ。この人気になるからな、まだな。でも今んとこでもなんかこう、この人いいよね、結構普通感がいいわ。まあいいや、とりあえずこんなとこで終わろうか。じゃあ足立だ。